ディーゼルエレクトリックガスタービン複合推進方式は船の推進方式の一種。低速、巡航時はディーゼルエレクトリック方式による電気推進を使用し、高速時にはガスタービンエンジンによる機械駆動も併用して推力を得る方式である。コドラグの模式図。低速、巡航時にディーゼルエンジン、高速時にガスタービンエンジンを併用するという点では、 ディーゼルガスタービン複合推進方式があるが、この方式の場合は、エンジンの特性が違いすぎるため、両者を併用するためのギアボックスの設計が極めて困難で複雑化するという問題がある。この問題を解決するために、併用を諦め、両者を切り替える、コドック方式も存在する。それに対しコドラック方式の場合、ディーゼルエンジンを電気推進に用いるための電力を、 発電する発電機として用いる。間に発電機を介することによって、ディーゼルエンジンとガスタービンエンジンの回転特性の違いを吸収し、ギアボックスの設計を単純化することができる。とはいえ、間に発電機を介しても回転特性の違いは完全に吸収できるものではなく、ギアボックスの設計はそれなりに複雑化する。そのため、ディーゼルエレクトリック方式と、 ガスタービンエンジンを切り替えるカッドラグ方式も存在する。なお、類似した方式としてコグラグ方式がある。これはコドラグにおけるディーゼルエレクトリック方式の代わりにガスタービンエンジンによるターボエレクトリック方式を用いるものである。イギリス海軍、イタリア海軍、ドイツ海軍内韓民国海軍、アメリカ海軍。ありがとうございます。